マーカーとは印をつけるための筆記具。一般的にはペン先が太めのフェルトペンのことであるがマーカーとしては固形塗料を素材にこすりつけて描画するものもある。筆記具以外にマーカーとつくものに関してはマーカーを参照。油性マーカーの先端フェルトペンの一種でフェルトや合成繊維など繊維質または合成樹脂のペン先を使い 防災感現象によってペン軸となる容器からインクを吸い出し描画する。インクによって油性マーカー、水性マーカーと呼ばれる。油性マーカーは適用範囲が広くプラスチックや金属などに描くことができ速乾性や乾いた後の耐水性に優れ幅広く使われている。インクには染料と顔料があるが染料インクの場合、紙に描いた時に その浸透性の良さから裏に移ってしまうことが多い。顔料は裏移りしにくい特徴がある。また顔料インクは乾燥後の大水性、耐光性に優れる。なお、従来の油性インクは有機溶剤を使用しているため強い揮発性があり、蓋を外したままにしておくとすぐに乾いてしまう欠点がある。また揮発性、有害性などから締め切った部屋で大量に使うことは、 進められない。換気が十分な場所で使用することが求められる。安全性の高い油性アルコール系顔料インクは、主にホワイトボード用マーカーに使われてきたが、近年では、従来のマーカー用途にも適した商品が、登場している。代表的な商品として、油性マーカーの代名詞にもなっている、マジックインキがある。水性マーカーは、油性マーカーより適用範囲。 速乾性には劣るが、裏移りしにくくインクの安全性に優れる。主に紙などへの描画に使われてきた。油性同様にインクには染料と顔料があり、後者は乾燥後に耐水性、耐、光性に優れる。代表的な商品として、サインテン、ポスカがある。固形化された塗料の芯を、チョークやクレヨンのように素材に擦りつけて描画する。プラスチックや、 金属のほか、ガラス、ゴムや発泡スチロール、石など粗い表面材料への描画に適している。用途としては、建設資材や設置場所の印やメモ書きなど。またゴムにも描けるためタイヤにも描くことができる。一部の商品では水を含んだ布などで拭き取ることができるので、ホワイトボード用マーカーの代わりや工事用、耐水黒板への記入にも使われる。 固形塗料は主に油性だが、用途によっては水溶性のものもある。特徴としては、チョークと違い粉が出ず、油性マーカーと違い溶剤が揮発しないので匂いも少なく、キャップを閉め忘れて使えなくなることもない。また一部の商品では、水で含んだ布などで拭き取ることができる、など。固形マーカーは、クレヨン同様、手が汚れないように芯には、紙が巻いてあったり、 また芯が折れないよう細長い容器に入れられている。容器に入れられたものは、スティック状の口紅や、スティック糊のようなネジ式、シャープペンシルのようにノック式で先端を送り出して、使用する。商品によっては、芯のみ交換することもできる。日本のメーカーが販売している商品としては、寺西科学工業のギターマーキングパス、ギター耐水チョーク、ギターマーキングチョーク、 サクラクレパスのソリッドマーカー、工業用水溶性マーカー、工業用クレヨンマーカー、日本理科学工業のキットパス、キットパス工事用などがある。固形マーカーの一種で芯をゲル化したものがある。このゲル化した固形マーカーは従来のマーカーに比べて書き味がよく発色が良い。また、水性顔料を使っているため裏移りせずたい。 光性に優れるなどの特徴がある。商品によっては、芯のみ交換することもできる。日本で発売されている商品としては、ドイツステッドラー社の蛍光ペン、テキストサーファーゲル、また、日本のパイロットからは、複数の色を用意したゲルマーカーなどがある。ありがとうございます。